はい。大和ピアラブです、えー。昨日話したですね、えー、この福岡のキリスト教系団体の、えー、牧師の妻は、5年前にも信者の女子大生を暴行して逮捕されていました。えー、福岡県警はですね、えーまあ、こういったこともあるので、 かなりね、この女性をマークしてたようですね、うんえー。またね、これはここに詳しい方が言ってたんですが、えー、これだけではないと、えー、いうことも言ってましたね。うんえー、まあ、これはね、事件化してるのが、現在この2件ですけど、えー、事件化していないね。 こういったことっていうのはもうもっといっぱいありますよと言ってる方もいました。うん。えー、まあ一つのね、事件の裏にはね、えー、まあ余罪というのがもう山のようにあるというのはこれはもう常識ですからね。うん、うん。えー、ね、昨日言ったんですが、やっぱりね、こういうこの団体っていうのがこれがもう お一番これ問題だと思うんですよね。うん。うん、えー、これ何々系とか別にその、えー、系統に問わずね。うん、その、全国無数にあるしね。こういうのは世界中にあるんだけど、うん、もうその、信じきってるわけですよ。その、信者の人っていうのはね。うん、だから、善悪の基準っていうのがもう、ないのよ。うん、その、 団体の幹部が言うことが全て正しい。えー、ね。もうこれはもう、なんていうのかな。もう恐ろしい時代になっちゃってるわけよ。うん。ね。えー、もうこれは暴力団よりもある意味恐ろしいというね。えー、そういうようなこれは、えー、実態になってるんですよね。うーん ご視聴いただき、ありがとうございました。